さあ、すがすがしい新春バット、89年に大飛躍を誓います決起軍5人衆、中でもこれから登場のタイガーマスクと中野真一は年頭試合必勝宣言であります。強敵3年ぶりの対決、キッド・スミスとの対決を迎えました。さあ、89年の決起軍はどういう進路を取るんでしょうか。輪島石川の引退によりましてより激しくなるでしょう。全日本マットのトップ取りであります。そして出世争い、今年は決起軍にとってチャンスでもありますが、また落ちこぼれてしまうという危機感もあるはずです。さあ、タイガーマスクと中野組、年頭勝負、初白星を飾りたい。さあ、新春、1989年の顔、ブリティッシュブルドックスの登場であります。3年ぶり超満員後楽園ホール、キッド・スミスが全日本プロレスのマットに帰ってまいりました。元気いっぱいの来日であります。天才児の異名を持ちますスミス、小型ハンセン、爆弾小僧のキッド、いとこ同士のこの2人、連携はもとより一人一人のパワーがダイナミックであります。まあ、暮れの世界最強タッグはスーパーヘビー級の祭典でありますが、新春マットはスピードレスリングが大きなテーマです。新春のマット、新春プロレススペシャル、両軍団にイベントコンパニオンによりまして豪華な花束贈呈が今行われました。ブリティッシュブルドッグス、3年半ぶりの来日、45分一本勝負を行います。元 WWF 世界タッグのチャンピオン、デイビーボーイ・スミス、ヘビー級稲妻選手、ブリティッシュブルドッグ、イギリスの気品と荒々しさ、ダイナマイトキッド、決起軍、今年は横浜博です。浜っ子元気です。中野、世界に届け89年タイガーマスク、真の時代に期待しましょう。タイガーマスクであります。さあ、新春のお年玉、ブリティッシュブルドッグスの3年ぶりの全日本マット、おそらく派手な復活をやってのけることでありましょう。一方のタイガー中野組、決起軍年頭の、元年の勝負であります。まあ、存在を大きく大きくアピールしたい、そういう気持ちを持っております。さあ、まずはスミスが出てまいりました。そして決起軍は中野かタイガーマスクか、中野か中野であります。中野、さあ初仕事、さあ今ゴングが打ち鳴らされました。まず注目のキッド・スミス。さあ、放送席も賑やかな顔ぶれ、竹内康介さん、山田さん、そしてジャイアント馬場さんでありますが、まず馬場さん、キッド・スミス3年ぶりの来日、一回りちょっと大きくなった感じですかね、どうでしょう。大きくなりましたしね、なりましたね、はい、一時ね小さくなっちゃったんですよ、はい、あのキッドが怪我をしてね、まあ、そんな感度でね、あのもうダメかというような時もありましたけど、よく乗り越えてね、またカムバックできましたよね。そうですね。さあ、竹内さん、アメリカマットに非常に詳しい竹内さんですけれども、3年半ぶりの来日、このブリティッシュブルドッグスのこれまでの足跡をちょっと振り返ってもらえますか。これはですね、日本遠征を終えた後ですね、はい、WWE ニューヨークの WWE に行きましてね、ちょっと待ってください、ボディーリフト&ドロップ、このまま、あー、場外に落としたですね。いやー、さあスミスが見せました怪力、デイビーボーイスミス、ボディーリフト&ドロップ、それから今みたいにちょっと距離を保ってドーンと外に投げ込んでいく、これがボディリフト&ドライブだというふうに、これから中ですね、言っておりました。中に待っておりましたのは、今度はダイナマイトキッド。さあ、スピードあふれるレスリング、最初から見られそう、あ、ラリアット、すごい、顎をえぐります、あ、すごいタッチプレー、早いタッチプレーであります。竹内さん、どうぞ。その後の足跡、ともかくですね、 WWF を中心にですね、全米各地をサーキットしてですね、ともかく WWF の世界タッグに長年にわたってついてたわけですね、はい、その後カルガリーに戻っての日本への U ターンですね。なるほど。山田さん、あのトランクスはユニオンジャックですね。そうですね、まあ、もともとご承知のように、あのイギリスのランカシャーとマンチェスターの出身ですね、ですから、まあ、前の来日なんかの時はですね、はい、カルガリーで鍛えられたといっても、やはりヨーロッパの匂いというのはまだ濃く残ってましたがね、はい、これはニューヨークというその WWF のサーキットで、ね、どういうふうに、ね、アメリカンナイズが増長されているか、その辺が一つの見どころだと思いますね。なるほど。中野選手もうまい技を駆使して、この動きの速い、デイビーボーイスミスの動きを止めました。キーロックに入っております。さあ、中野であります。竹内さん、決起軍のタイガー中野、高野、田上、高木、この5人を振り返りまして、今日はまあ大将副昇格が新年冒頭のこの勝負に出ているわけですけれども、今年の期待は何ですか、決起軍。
これはですね、やっぱり決起軍はいかあるにあるべきかをですね、はっきりとやっぱリングの上で示すべきですね。なるほど。さあ、おーっとデビーボイスミスのこの怪力技、スケールが大きくなりましたね。さあ、デビーボイスミスからキッド、いとこ同士の2人もう連携はぴったり。キッドの今度は荒技でやります。相手を抱き合い越して、おーエルボー一発、非常にスナッピーなエルボーを見舞いました。そしてテイク飛行のブレンバスター、一発で決めた。抑え込むか、まだいかない。おーヘッドバット、肩口、すごい連携。ダイナマイトキッド、ゴマさん素晴らしいですね。キッド、そうですね、早くて低いですからね、はいはい、今度は足を持って、中野今受け身取り損ねましたですね。そうですね。さあ、相手の非常に速いマッハのタイミングで打ってまいります。キッドの動きについていけません。ちょっと変形のスリーパーホールドに入りました。チンロックと言っていいか。さあ、ダイナマイトキッドでやります。キッドは先ほど山さんの解説にもありました、イギリスランカシャーの出身でありますが、山さん、ランカシャーの出身といっても、あのビル・ロビンソンとかピート・ロバーツとかちょっと異質な感じがしますね。違いますね、違いますね、はい、それでね、今日なんか見ててもね、やはり非常にねダイナミックですよね、もちろんもともとそうなんですが、それがより一層ね、そのダイナミックさが加わってきた、本当にさっきのブレンバスター怖いですね。本当怖いですね、はい、さあ、赤を調にしたタイガーマスク、決起軍のシンボルカラーはこの赤であります。新しい、タイガーマスクをかぶりました。そのタイガーマスク、今年にかける期待、80記念は決起軍を大いにグレードアップしたいと、このように、チームリーダーらしく元気よく語っておりました。さあ、相手はスミスと、それからキッド、絶対に負けられない一戦、3年半ぶりの対決。この3年半タイガーマスクの成長ぶりはすごい。タイガーマスクもヘビー級選手になった。そしてキッドスミスも、竹内さん、ヘビー級で世界タッグ取りましたもんね。完全なヘビー級ですね。そうですね。さあ、相手はキッド、うまい、すごいキックが当たりました。場外に送り出した。さあ、変幻自在タイガーマスク、89年に舞うかどうか。タイガーマスクであります。馬場さん、タイガーマスクには今年何を期待しますか？そうですね、あんまり、はい、こそこそしないでね、やっぱ堂々とやってもらいたいですね。そうですか。先ほどアメリカマット会進出遠征の話がありましたが、タイガーマスクはどうなんですか、アメリカの遠征は？ね、彼も行きます。そうですか。いつ頃ですか、馬場さん、当面第1弾は？第1戦がね、2月の2日カンサスシティで行われることを決定しました。そうですか、はい、そうですか、まあ、それにね、それが選手権試合ですね、ジャンボとやつがね、これが最強タッグで取られました。そのベルトをね、挑戦権が決まりましたんでね。そうですか。鶴田やつはこの後試合に臨みますけれども、その時に一つ、アメリカの挑戦の話、ジャイアント馬場さんにもう少し詳しく伺っていきたいと思います。さあ、リング上、キッドスミス、それからタイガーマスク中野真一。タイガーマスクもアメリカマットで大活躍、アメリカマットでマジシャンと言われたのがこの竹内さん、タイガーマスクでしたよね、確かね。だけですね、今またこれでですね、アメリカマットに持っていけば、はい、タイガーの人気さらに沸騰してくるでしょうね。そうですね。さあ、スミスとの一戦だ。大きくブレンバスター、筋肉隆々。さあ、すごい体格、リングのマット真ん中に落としました。後頭部を打たれました。タイガーマスクであります。このダイナマイ、デイビーボーイスミスの方は、カルガリープロレス界のボスであります、スチューハートの娘さんのダイアナさんと結婚して、まさにこのプロレスファミリー、血の結束が非常に固いと言われております、カルガリーのマット界であります。ニューヨークでも人気を博しました。そして一旦カルガリーマット界でも、名イベントを務めて全日本プロレスに戻ってきたわけであります。あ、すごい勢いで左の肩からぶちかまし、さあ、タイガーマスク背中を打たれました。さあ、キッドスミスの連携が見られそうであります。大きくユニオンジャックが揺れてまいりました。さあ、デビーボーイスミス、スミスの山田さん、レスリングというのは3年半ぶりに見るんですけれども、どうでしょう、ちょっと変化がありますか？やはりあくまでもこの人の場合はパワー中心ですがね、まあ、テクニックもなかなかありますし、この人のパワーとですね、キッドの瞬発力、このコンビネーションがやはり素晴らしいですね。あ、なるほどね。やはりキッドの場合は体もパワーという点でもスミスよりは一つ下ですよ。はは。ですからそれをカバーするだけの非常にスピーディーな瞬発力というのがありますの で、そうですね、この絶妙のコンビネーション、はい、これがこのチームが、まあ、素晴らしいという一つの証拠でしょうね。なるほどね。相手のフットワークにうまく合わせました。タイガーマスクであります。去年の秋から暮れにかけましたが、左の膝の故障でちょっと自分の出来は 50%、 やっと世界最強タッグを乗り越えたと言っておりますが、タイガーマスクほとんど左の
膝も治りました。ダブルの連携、タイガーマスク中野真一、決起軍を引っ張るのは大将副将、タイガーマスクと中野真一であります。さあ中野のフットワーク、相手をロープに飛ばした、おっとパワースラム、うまく相手にのしかかりました中野。中野選手は竹内さん、はい、今年何を期待しますか。やはりですね、もうちょっと体重をアップしてですね、さらにやっぱりパワーアップしていかないとですね、うん、やっぱり大きなヘビー級に対してはやっぱりどうしてもちょっとその体力マックスするケースが多いわけですよね。そうですか。馬場さん、決起軍の5人衆、この大将副将含めまして今年は何を期待しますか。やっぱりね、今たくさん言われたようにね、はい、こうやってあのキッド・スミスに比べてこの体の違いね、身長は違わないんですけどもね、そしてもうどうしてもやっぱり体力の差でね、はい、勝ち目がなくなると思うんですね。もうタイガーでも大きくなったと思うんですけども、やっぱこの2人に比べると筋肉の盛り上がりとかそういったものはやっぱり随分欠けますからね。はあ、なるほどね。非常にレスラーにとりましては基本的なことでありますが、体力増強ということもテーマになりますか。馬場さん、そうしますと。そうですね、そうですね。さあ中野が押し込まれていきました。やはり力では山田さんどうしても抑えられてしまいますね。そうですね、はい、スミスの体なんかまともにね、攻撃してもとても倒れそうな感じがしないですね、うん、まさに筋肉の塊ですよね。そうですね。さあタイガーマスクがトップロープに上がりました。ブレンバスターで相手を倒して、さあそのままフライングボディープレス。タイガーマスク89年に大きく舞いました。膝を全く気にしてません。左の膝はだいぶいいようですね、竹内さん。問題ないようですね。問題ないようですね。さあ今度は、ジャーマンスープレックスホールドを見舞います。というよりかバックドロップですね。バックドロップからそのまま岩石落としを見舞いました。その中野真一であります。さあ中野の奮起も待たれる今年の決起軍、相手はキッドに変わりました。キッドの今度はトップロープから、さあドロップキックを打った高野、タイガーマスク、ちょっとこれはうまく外されました。しかしリングの中では中野がちょっとダメージを受けています。さあタイガーマスクを外に出してカット、そしてダイナマイトキッドがゆっくりと中野をさばくようでありますが、おっと何かコースに入りそうですね。キッドへの連携、さあ2人のユニオンジャック、さあトップロープに上がった、トップロープですよ、空中ブレンバスター、ダイナマイトキッド豪快、すごい。さあそのまま抑え込んでカウント2まで入ったがどうか、どうか、ダメです、カウント3が入りました。空中ブレンバスターダイナマイトキッド、超満員のお客様もあっと息を飲んだ瞬間、あっという間にトップロープに上がってダイナマイトキッド、中野真一の首をしっかりと捉えてリングの真っ只中に落としました。すごい空中ブレンバスターであります。馬場さんいかがですか、キッドスミス。こういうね、やっぱり、はい、力が必要な時にはちゃんと力技を出しますしね、そういう点でやっぱり日本人選手 の, そのパワーアップというのはもうちょっと必要になりますね、これに対抗するためにもね。ダイナマイトキッド、デイビーボーイスミス、